皆さんこんにちは、ペマンギャルポです。先週土曜日、25日ネパールで大きな地震がありました。皆さんご存知のように、あの地域は私にとっても極めて、身近なものでありまして、親戚関係、姪子、甥っ子などもネパールのカトマンズに住んでおります。今回の地震で、5000年以上の人々が命を失いました。また世界遺産として、認知を受けてた建築物もほとんどやられたということです。僕の友人で、カトマンズの元市長さんやあるいはその国会議員などもまだ連絡取れておりません。一日も早く、そういう人たちの安否が確認できますようにと思っております。またネパールは国が小さいですし、また飛行場もカトマンズの国際空港非常に小さいです。ですからその援助部隊の方々がたくさん入ることもなかなか難しいような状況です。また非常に残念なことですけれども、この十数年間ネパールはしっかりした政府ができておりません。それぞれの政党が自己主張ばかりして、本当に憲法一つ作れないというのは情けないことだと思っております。ネパールを批判する資格はないかもしれませんけれども、ネパールについて心配だけはすることはできると思います。これを機に、もしネパールの政治家たち、僕の話を直接的間接的に聞くことがあれば、今こそ各政党が通り役を超えて国のために一致団結してこの困難な時期を乗り越えてほしいと思います。今私たちがネパール行って何か手伝うというようなことも非常に難しい、今どこから手をつけたらいいか分からないぐらいに難しいと思います。もちろんその今緊急として必要なのはいつでもそうですけれども、こういう震災や災難の時にはまず食料の問題、それから薬の問題で、やがて、衣食住ということになると思いますけれども、ただそれもですね、ネパールの場合には本来ならチベット、今の中国、それからインド、この2つの国からは陸路でつながっていますので、それなりの援助が届くことができると思うし、実際その両国は今回のこの災難の時にそれぞれネパールに対して援助活動をしているということです。日本からも特別なこういう災難の時の救済部隊がネパールに行っております。日本の優秀な犬も行っております。そういうことで日本の役割も非常に大きいと思いますけれども、今回失った世界遺産に関してはもちろんそのまま復元することは難しいと思いますけれども、人々のその宗教的な拠り所としての寺院などの復活に関してはそのうち日本の宗教界にもいろいろ援助などをぜひお願いしてみたいと思っております。今回のこのネパールの災難は一つはそのシステム上、例えば日本では建築基準法とかそういうのも厳しいですけど、ネパールにおいては許認可はいるけれども建築基準法のようなものに関しては
極めてルーズだというふうにそういう認識を持っております。実際私が知っているようなところでもですね、ベランダに、そのうち壁を作ってやがて屋根ができれば家になってしまうようなそういう状況もあったわけでありますので、まあ今回、この際ですね、ネパールも一日も各政党が今までの自分たちの行いを反省し、そして今こそその一日も早く憲法を作り、そして国の再建に向かってほしいと思います。また諸外国もそのような形でネパールを健全な方向に誘導するというか、そういうことをぜひお願いしたいと思います。今日はネパールで起きた事件について、地震について、一言申し上げました。以上です。